私なら元気よ。こっちに来て座ってよ。シェラー、君のことはテレーズさんから聞いてるよ。アルミン家の幼女に迎え入れられて魔法学校を首席で卒業したんだって。自慢の妹だと言ってたよ。まったく、姉さんってば、何を言ってるんだか。それにユーティ、黒魔術師と戦うのはいいけど、その使命に縛られないでよ。大事な幼馴染の身に何かが起こるなんて見たくないから。リア、待って。リア、私たちが黒魔術師と戦っていることをなぜ知っているの？あら、それであなたがラテルね。あなたについての情報はあまりなかったけど、なんていうか、聞いてた以上におかしいわね。最後に、どうしよう。現に目の前にいると言えそうにない。リア、頑張って。あなたならできる。胸の中にしまっていたことを言うのよ。俺に何か言いたいことでもあるのか？いえ、グレイ様。リアと、リアと、リアと結婚してください！お嬢さん、人違いをしているみたいだが。そんなことありません！霧の名射手グレイ様、傭兵所属は武竜院。しかしてその正体は武！武？待て待て、お嬢さん、分かったからそこまでだ。君が尋常じゃない情報通だってことはよく分かったから、その続きは今度ゆっくり二人で。もしや二人きりでどこか暗がりへのお誘い？グレイ様、大胆ですね。リアが壊れちゃった。やはりさっき死とバークから何かされたに違いない。シェラ、なんとかならないの？今手持ちの最強の魔石を使ってでもリアを元に戻さないと。ユーティーってば、私は正気だよ。それに死とバークには人を操る力なんてないよ。ただしつこいだけ。そんなことまで知っているのか。本当にすごい情報収集力だな。コキュートスと関係があるものなら物知りな方よ。そのせいで今はちょっぴり危うくなったけど。リアトリス様、お話し中申し訳ありませんが、少々お話ししたいことがございます。急ぎの用件なの？はい、スラム街に住んでいた者の中で再び軽いマナ逆流症が発生しています。蒸発したアデリーヌの煙をどこかで吸い込んだのではないかと。アデリーヌ？この場所にもあれがあるっていうの？確認してくる。ごめんね、再会を喜んでいる時間はないみたい。聞きたいことが山ほどあるけど、とりあえず今はそちらの方が急務のようね。リア、一緒に行きましょう。私たちも手伝います。ユーティ、ありがとう。スラム街から避難した人たちは川の方にいるよ。急ごう。
ま、必要なこととあらば。違う。
はあ、えいや。
姉ちゃんにこれ見せておくべきだったな。